お疲れ様です。今日はこちらゴブリンドリルデッキやっていきますということで、ドリルねやっていくんですけど、なんと次の進化カードが発表されまして、それがですねゴブリンドリルでさえ、ゴブリンドリルとゴブジャイアントですね。はい、2枚のゴブリンカードが、進化しますよと。なんで下に行かないんや。はい、まさかのね、全然原環境も強いし使用率もまあ高いしなんでこの2枚なんて感じな気はするんですけども、はい、進化がね確定したというわけで、ちょっとね今日進化前最後になるかは分かんないんですけど、ちょっとドリルをねやっていこうと思います。なんかせっかくならね、あんまり弱い、なんだろうね、小屋とかネクロとかなんかあんま注目浴びてないようなカードが進化すればねいいのになと思うんですけど、ウィザードみたいなね、全然ゴリゴリに強い、なんなら環境トップクラスのカードがちょっと進化されるっていう、このなんでって感じはあるんですけど、ちょっと最近なんかゴブリンロードみたいな登場したしね、ゴブリンロードだっけそれ違えか、いや、なんだっけ、ゴブリンの道みたいなね、はい、登場しまして、ちょっとゴブリン推しがね多分あるんだろうね、運営のね、ゴブリンの道か、そっちでも使えるしね、はい、っていうのでちょっとゴブリン流行りまくってますけど、よいしょ、もっと流行るかもね、ゴブリンデッキが強化されるというわけで、ダイナマイトゴブリンも今日は、ね、使っていきます。はい、こいつ壊れなんでね、なんか影に隠れてますけど、一番の壊れでさえで、俺の相手はペッカっぽいね。うまい、そのさ、俺のスケを警戒してのさ、でも強すぎてあんま関係ないというか、いらんかったな。強っダイナマイトゴブリンいかれてるかんな。でドリルもこっから進化するんでね、進化テスラも結局なんか強いみたいな感じなんで、ドリル進化したら進化テスラと、進化ゴブリンドリルとか、そういう組み合わせもありかなっていう気はしてくるね。さあ次は進化テスラなんで楽に守れそうだな。よいしょ、おー、ウィザードね、ペッカウィザードボンバーや。進化の2枚が多分ボンバーウィザードなのかな、強そう。やめてーっつってどっか行って、ここも進化テスラもあるよと。一旦守るか、おとなしくね。まずいで、橋前の進化ボン進化ウィズが俺嫌すぎるなっていうことに気づきました。なんかでもここで適当にポイズン貼って、あれもあります、あのパルス、いいね守り強すぎるかな。相手はねこれをどうにか突破しようとか、ね、頑張ってくると思うんですけど、俺のマックスじゃボンバー射抜きですね。それ以外の突破は防げそう。ああ強い、それボンバー来るかな。いやでも強い、すげえなマジで守り硬すぎるんだけど、このデッキどうするか。一応ね攻めてみるのもありだったり。これ走れねえかな、こいつ。いけ、入りはしないか、タワーにね。これでもなんか行ってもそうだけどな、ペッカ咲いて、ボンバ逆行ったぞ。強い、まずいかな、もしかして。まずそうではある。いやでもこれが止まんのがね新カードだったりするやばすぎるか、強すぎるな、ダイナマイトゴブリンみたいな。ごめんって、仕方ないねこっちはわざわざ課金したね、強いからね、強いからやっぱ欲しいんでね、しっかり課金してダイナマイトゴブリン完走させたんでね。
そんぐらいちょっと許してもらわなきゃ。いやー、でいかにダイナマイトゴブリンを出すかなんだね、俺は。お、怖い。が、ケアもしっかりね。で、ザップケアもね。よし、カッチカチやー。これポイズンもあるよ、ちゃんとね、ケアしてね。で、進化テスラもあります。カッチカチやー。いや、すげえ硬えなー、これ。ドリル進化したらどうなんだろうな。おもろそうだな。なんかどんな感じになるかはあんま詳細まだ出てなかった気がするんだよな。ゴブチェイはね、なんか HP 半分切るとほんとゴブリンを生み出すみたいな、その内容が出てたんですけど、まあでもそんな強そうでもなかったけど、どうだろう。まあ2回に1回進化みたいな、まあそれの時点で強いか、ゴブチェイね。はい、またね、登場したら紹介しようと思うんですけど、まあすでにね、環境トップの使用率のドリルがね強くなっちゃうんでね。うわぁ、あ、てかこの人やん、ラバの人ですね。ラバディガーも専門家みたいな。えぐ、守ってくれないのか。え、てかダイナマイトゴムで強いな。ナイトダイナマイトだけで結構溶けるもんだな。ドリルが持ってねえな。うわぁ、両面攻めね、これ。まずいね。左の方が怖い。いや、でも。ああ。いや、ワンチャン守れないこともないっていう。いや、でもインドラの滝は俺捨てたか。ああ。持ってねえかな、これ。なんか11交換どうだろうな。いいのか悪いのか。で、バルーンあったな、ラバルね。さあ、守ることができればだけど、守れんのか俺。マジ許容みたいなのが一番嫌だな。ボンバーがね、ありますよと。いや、グッドゲーム来てるって、早すぎるって。そのグッドゲームはマジきつい。でもちなみに限界ではある。しかもボイドなんだね。やだー、グッドゲーム。ああ、グッドゲームや。グッドギは早すぎるけどね。もうどうにもできんか、これ。このドリルはね、なんか一応ロケットの方もあったんだよな。そう、でもポイズンの方が使いやすいよなと思って、今日はポイでやってるんですけど、ロケだったら一応ね、バルーンしばくことはできるんで、ロケだったかな、正解は。でもダイナマイトゴブリンが走ることはできるよ。うん、終わる。やめてー。やめてね、ラバー守れないですよ僕。まあ、気持ちいいな、ここまでいかれると。ちょっとグッドゲーム早いのはなんか嫌だったけどな。うん、まあラバーのね、もうラバー一生ラバー使ってるプレイヤーですね。まあこっから進化するんでね、なんか今までね、勝ちにくかった相手とかにも勝てるようになりそうだし、すでに強いかんな、ドリル。おー、まあコカちゃんか、端前プリンのロケ削りみたいな。まあ面倒そうなデッキなのは確定したな、もうこの時点で。どっちかな。なんかまあ、ディガポイもいるし、一応今ね、このドリル系もいるし、何もないロケ削りもいるんで。まあなんか何もなさそうだな、体感。一応ケアね、端前プリン。
戦ってる感じなんもなさそうではあるね。なんかプリンで削りたい顔してない？これ後ろダイナマイトロキ来るかもね、ワンチャン。来ねえか。いやー来る、来るっすね、さすがに。あ、ロケで完全に消滅すんのか。半分残ると思ってたわ。残んねえんだ。まずいな。ドリルってね、その、ディガーみたいに絶対削れるわけじゃないんで、ロケ削りにちょっと弱いんですよね。まあでもダイナマイトゴブリンで世界変えれたらいいなーっていう感じではあるが、変えれない可能性も高い。強っ。いや、でかい、そのはみ出し。いや、これ、だがあれか、チャージ戻るの早くなったから。やだ、まだプリン。まだプリンがいるのが嫌だ。いやー、まあ、行くっきゃないか、俺。行くっきゃないかなんか、普通に言ってもマジできつい。まあ回転で。いや、この端前止め熱いな。まあナイトもいるか。いやー、どうだろうね。マジそのテスラ強すぎる。やばい、それも強すぎる。あんた、いやー、ロケットー、ロケット嫌すぎる。まあまあ、こっからよね。でも、もっと編み出してくんねえかな。いや、もう勝てなそうではある。正直削りが足んねんだ、足んねんだ、削りが。しかもアイスピなんでね、ちゃんと拾われちゃう。いや、終わる。マジロケットゲーか、今シーズンもか。いつまでロケ削りやんだよ。ちょっとありそう。マジワンチャンありそう。終わった。やめて、間に合って。奇跡、はみ出る一発。うわぁ、もうロケット、お前何やっとんねん、これ。いつまでロケ撃つね。もうロケット消そうぜ。強すぎんだ、あれ。いつの時代も結局ロケなんだよね。イディゴよ、珍しい。てかブラストよ、珍しい。まあロケ、まあロケの周りがね、行かれてるから、テスラとかね、テスラや何、まあ特にこのダイナマイトゴブリンとか、まあこの辺がぶっ壊れてるからロケ削りが成り立ってるっていうのもまああるんですけど、まあロケットを消さば解決する話ではある。お、いらんかったか。さあディガっぽいね、マイティロケコディガっぽいか。いや、なんかレアだな。
薄力もない。なるほど。え、まあ、でかっ。700ダメでさえ。しかもブラスター寝てね。あー強い、あー強い。ん、いやでかい。入っちゃいけねえ、ダメ入ってるが、ドリルも壊れ、ダイナマイトもいかれ。2000ね。進化ロケコ、進化迫撃かな。このダイナマイトゴブリンも優秀だよね。ああ、それエロい。いやでもうちの進化スケはアイスピもねすり抜けちゃいます。うい、700ダメ。まあ一応ケアね、いらんかった。この反撃なんか美味しいな。しかもさっきからディガーのなんか当て感がいいな。こんな拾えるもん。さあ飛ばしてこっちに来るだろう君は。おいで。まあまあまあ、なんなら近畿美味しいか。まあポイズン削りみたいな、やだな。まあ、俺もしちゃう。でドリルのねこのはみ出しダメージがもう強すぎるんでね。なんでここまでしっかり強いカードを進化すんだ。俺はドリルが好きだから、まあえ、それでね、そんな家でもないが、普通に嫌な人の方が多そう。拾えるかな。ああ、学んできた。え、ダイナマイトゴブリン頑張ってる。まあこの反撃もフェイクだろうな。右側の方が相手攻めたそう、ずっと。いや惜しい、さすがに入んないっしょそこの位置。いやー、であとはもうねドリルで確実にね入っていくんだよね、ダメージ勝手に。うん、スケも出しにくいね。もうポイで削ってね、これ走ってさ700ダメみたいなオチもあったが、待って、まずい。あれ、怖マイティがすり抜けてたか。いやー、まあドリルいかれてるんでね、イモることができれば簡単に勝てる環境ではあるが、マジプリンストラム強化でぶっ壊れになりすぎてね、事故りやすい環境でもあるんで、一発事故ったら正直終わりなんでね。プリンストラム火力高いし取り返せないんでね。ロケもうホグっぽいの。え、なんかリトプリロキコなんてデッキがあんのか分からん、ね、ちょっと怖いね。リトプリロキコか。おや、ドリルらしい。いやー、ダイナマイト強いね君、優秀だね。さあドリル対決ね。まあリトプリはそんな怖くないか。チャンピオンサイクルがめんどいぐらいで、まあ厄介なのは端前のロケット押しね。まあ端前テスラでケアするか、ケアできれば大丈夫な気もするが、まあダイナマイトゴブリンで700ダメ入ってくれたらラッキーだなぐらいな。わあ、すんごまあこれはリトプリンさすがにポイ打って
いや、ゴブリン一発入ったっすね。一発入れたけど十分だなんでね、正直。ちょっとだるそう、この夢。まあ、ウッド使わしたことに価値があるよね。まあ、ファイスピなんで、最悪ウッドなくても、ドリルは拾いはするが、ちょっとめんどいな、これ。進化ロケコかな。いて、ふふ、あいつちょっとロケ砲にとらわれてんな。まあこれはみ出てんの納得いかないですけどね。いやー、このポイ熱いな。いえ、そうそう、事故って入ってくれ。ね、路橋が来なくなった。外してる、でかい。やばい、これで入んのさ、どういうことっていう話で悪い。やばい、それポイズン外したのちょっと痛い。でかい、追いついてきたよ。飛ばしまくれ、飛ばしまくれ。回転率はね、俺の勝ってるんでね、そこが今回でかいね。圧倒的に。え、なんかリトプリ消えた。回転で相手ついてこれてないもんね。リトプリとプリンス、ん、なんだ、ロケか2枚いるんで、その分のね、一個少ない分の。さあ、回転で眠くもなってきちゃったか。マジでテスラは壊れ。あー、まずい。2発入るのはね、良くない。来ました。足前にょきにょき削りデッキきました。出た、え、プリンスアンチやん。でも自分プリンス使うみたいなデッキやん。まずいか。いや、ダガーで耐えれるか。え、プリンセスの足前削りではあるが、縦線プリンスが入ってる、ちょっと回転重いみたいな。まあなんかたまたま足前プリン来ねえかな。最悪、枯渇。まさかのシンプル枯渇。まあアドやばいが許してもらって、え、アウトロー枯渇よ。一応ケアしとくか。スケまで出しちゃうとね、これプリンスにボコボコにされそう。いやー、どうだろうな。まあでも相性そんな悪くなさそうだな、これ。相性で頑張れそうではある。ナイトの位置悪すぎたか。プリンス良くないね。縦線もあったんで、まあ、ドリルは雑に飛ばさないようにしようか。いやね。
まあロケがあるかないかでだいぶ変わってくるんですけど、もうないと祈るしかできない俺は。誰がわかんねんこれ、どっちが本物って。無能なナイトがいんな。飛べ、ポイズン見てからでも良さそう。進化バレルがこの関係だって初めて見たかもな。ロケないことが分かったんで結構気楽に。雑ウッドまでいける。いやーまあこっから勝てそう、ていうか勝ちたい。冷静に相手の方が削りきつい、てかでも俺あれがきつい。そう、右へどう考えても本物かこれ。こんなから右だけケアしようか。いや陸のさあれ多すぎん、削るの大変だね。まあ削るの大変だから削るしかないんで俺は。いやあ、危ねえ。なんか強くね？相手の子がツイッキーアウトロー。プリンサツでないと。なんかドリルを刺すのが大変だったな。進化バレルちょっと強いし。というわけでドリルですね。はい。現環境でもすでに強いなんで、こっから進化するんで。まあまだ使ったことない方とかもね。はい、今の段階からね、触ってみてください。よければチャンネル登録もね、おっしょっすよ。おっしょ、またねー。